アヌラーダプラは、スリランカ北中部州にあることである。北中部州の州都であり、アヌラーダプラ県の県都でもある。1982年、ユネスコの世界遺産に登録された。年代記のマハーワンサやチューラワンサによれば、紀元前5世紀から紀元11世紀に至る、長い間、北部を根拠地とした、新原人を、主とする王朝の王都として繁栄した。 別のところに移されたこともあったが、短期間で元に戻っている。スリーマハーボダイジュと呼ばれているボダイジュがあり、仏教徒の崇拝対象になっている。マハーワンサによれば、インドのブッダガヤで小学を得たとされる、ゴータマシッタールタが座って瞑想していた、金剛座の背後に茂るボダイジュから、アショーカ王の妹のサンガミッターが小枝を瓶に入れて、当地にもたらしたとされる。スリーは、継承で、 マハは偉大な、ボーディは目覚めたるものの意味である。仏教伝来の王都であったため、たくさんの遺跡が残っている。新しい町と古代の町に分けられて、遺跡群は保護されている。巨大なストゥーパが散在し、半球状の構造をなし、石、またはレンガで作られている。最大のストゥーパは、紀元前1世紀に作られたアバヤギリダーガバで、 現在でも74メートルの高さがあり、建築当時はその周囲に半球状の屋根を含む構造があり、高さは100メートルあったと言われる。周囲には5000人の僧が生活した僧院があった。主な遺跡には、ベッサギリ寺院、イスルムニア寺院、ラクヌブ塔、ミリサワティブ塔、ルワンワリサーヤブ塔、ジェーターワナブ塔、トゥーパーラーマブ塔、ランカーラーマブ塔などがある。 仏教の伝来は、紀元前247年の6月満月の日とされ、アショウカ王の王子のマヒンダが当地を訪れ、王都の北東17キロのミヒンタレイ山で、デイーワーナンピアティッサ王と出会い、王が仏教に帰依して、少女を寄進したことに始まるとされる。考えように、人工の湖が数多く作られ、高度な土木技術があったことがわかっている。 水の投与に基づいて高い生産力の水田稲作農耕が発達し、国の経済的基盤を形成した。ドライゾーンに位置するため、ウッキは年に1回であり、ため池灌漑はこの地に生きる人々にとって重要であった。中でもアブハヤウェーワは、1950年設立の世界的な NGO 国際灌漑排水委員会が推進する灌漑施設遺産に登録された。 技術的には南インドのタミルナードと共通しており、海を越えた交流が頻繁に行われていたと見られる。アヌラーダプラは1017年に南インドのタミル系のチョーラチの侵入によって崩壊し、オートは南部のローハナに移ったが、その後、当地から90キロ南東のポロンナルワニオートが建設されて、ビジャヤバーフ一世が1 0 7年にチョラ町の勢力を駆逐し、 再度、繁栄期を迎えた。アヌラーダプラは、スリランカの北部中央の平野部に位置している。北中部州全体の中では、北西側、アヌラーダプラ県の中では、中央付近にある。市街は丸厚川を挟んで、西側が遺跡地区、東側の北部が旧市街、東側南部が新市街と3エリアに分かれている。主要な鉄道駅であるアヌラーダプラ駅は、 旧市街側に位置するが、バスターミナルは、新旧領主街に存在している。アヌラーダプラには、複数の幹線道路と鉄道のノーザンラインが、通っている。アヌラーダプラ駅は鉄道における都市の玄関口であり、ノーザンラインを通じて、南西のコロンボ首都圏や、北部のジャフナと結んでいる。アヌラーダプラは、スリランカの北部中央部に位置する都市であり、 多数の幹線道路が交わることから、バルニアやダンブラ、プッタラム、トリンコマリー、ジャフナ、クルネーガラ、キャンディといった多くの主要都市に通じている。交通の便が良いことから、アヌラーダプラは、周辺の遺跡などの観光拠点ともなっている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。スリランカ、ラージストシティーズ。 ワールドガッツアピール2012年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年12月15日閲覧地球の歩き方 D30 スリランカ2011から2012年版ダイヤモンド社ピアニッシモ256から 267ISBN978 から4から478041451ありがとうございます